んにちは、トイハッピーです。今回の動画はこちら、じゃん、6ではなくて9です。さあこの9も変形します。結構期待感が高まる分割線です。さあまずはこちらのファイターと書いてあるところを左右に展開するとキャタピラが出てきます。そしてそのままおおパチンと閉じます。ここのカバーを90度変形。続いてはここの白い部分を開くわけなんですが、指を引っ掛けるところがない。すごく不親切な設計です。なのでちょっとドライバーでこじ開けます。左右に展開します。結構硬いんですよねこれ。よし、続いて開いたところ真ん中の緑の部分を持って引き上げると、コクピット部分の完成になるんですが、ここの変形パターンがすごく好きです。ここを合わせ込むと操縦席の完成です。続いては後ろ部分を左右に開くんですが、これもまた硬くて大変です。よし、これで完成です。戦車型のメカです。さあそしてここはボタンを押すと砲弾発射口が光って音が鳴ります。すごくチープな音ですけれども、これは雰囲気になってるんではないでしょうかね。本当に毎回思うんですけど、ちゃんと突き詰めればいい玩具だと思うんですけどね。現状をとどめない変形とかしっかり設計できるんだから、もうちょっと突き詰めれば本当に長く遊べるのかなと思うんですけどもね。基本的に中華トイは強度の弱さから使い捨てっぽくなっちゃう感が否めないです。トイハッピーでした。